でもまあここまで来たらパニッシャーでいいパニーやったかみんな。いやきつすぎるきつすぎる。久しぶりに弾なくなったぞ。いやー倍にやっててよかった。粉いっぱいあるもんな。ショットガンの弾なくなっちゃったけど、よいしょ、クラフトすることは可能で、あえ何なんかクラフトボーナスっていうのでちょっとおまけついてきたな。今超助かるんですけど、あれ命たくさんあるやつ倒した時になんかドロップとかないの？宝石とか無意識に拾ってたりしたか。もう戻っていいよね。ああなるほどな。急いでアシリンとこ行ったりせずにあの場で戦い続けるのが正解だったのか。ちゃんとあいつ倒して追ってくるしね、命たくさん男。わあダッシュで行けば負けるかと思ったら助かった。よしもういいよアシュリー。えらい目にあったわアシュリーもだけど。でこれで通電したので電気を流すことが可能。これは難しそうだね。これでいいかな。よしこれで開くんだよね。いやーちょっともう二度と俺の前に現れるなよあいつ。本当にいや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 何そのピロピロは。え何ピロピロどういうこと？どういう了見？いやそのピロピロはどういう了見だよあいつ。あま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 あ落ち着きましょうよ。うわーやめてくれこれはきつい。もうあ近くにいなくていいです。適当なことを言いました。あまあでももういいやもう近くにいて。ひどい目にあったな。もう取っていい？取りますよ。足についてこい。これで貨物集積場に戻ってくることになるのか。おご利用は無計画にだ。メンタルが回復するぜサンキューおっちゃん。メンタルが著しく回復したわ。でここに依頼書害獣駆除三度。またかいまたかい。しかもなんか俺一人倒してるネズミ4分の1になってるネズミ倒すためにまた集積場の方に戻れってことでしょ。うわなんか俺1個宝石置いてきてる。うわこれはちょっと取ってきたいな。ネズミ探しついでに取ってくるか。あともういろいろやってたらすっかり忘れてたメダリオンのこと。せっかく今おっちゃいんのに。よしいやここなんかネズミ倒すのも大変だぞ。暗いしな。でもすごいよ特殊スコープ。ネズミも見つけられるもん。ライフルの弾が無限にあれば困らないんだけどなネズミ倒すのも。あこれ倒したのか俺。なんか申し訳ないな倒れてるとこ見ると。かわいいもんねネズミ。命たくさんあるやつとの戦いで命を一つ巻き込んでしまったんだね。でメダリオンはここやるじゃん。やったーもう弾使っちゃおうかな。よしオーケー。いや最後の1匹見つけんの大変だった。全然見つかんねえんだもん。オッケーただいま。よしこれで2つクリアでとりあえずやり残しはなしだ。でどうしよっかな。次の部屋また嫌な予感すんだよ。鉄球なんだよ鉄球。なんか使うよな。うわ火薬だるとかもあるし敵が湧くことは間違いないんだけどちょっともう一回セーブしよう。でちょっとさ持ってこうかな。ブロークンバタフライ最初に買った方のマグナム6発装填されてるし装填されてる分使い切っちゃいたいな。もうチャプターの後半だと思うのでもしなんかボスとか出てきた時にこれを使いたい。前のチャプターではボスって感じの存在はいなかったからね。このチャプターではもしかしたら使う機会があるかもしれないと、そのように読んでいます。じゃあ行くぞ、鉄球部屋。鉄球部屋、ここ何、どういう場所？降りていいのか？え、これ一方通行か。うわ、嫌だわ。やっぱ嫌な場所じゃん。行くぞ。受け止めるっていうのはアシュリーよってことか。はい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 。でもそこいてもらってもいいんじゃないの？こう危険だったらさ。ねえ、いてもらった方がむしろ戦いやすいとかいう考え方もあるよ。上にいてもらった方が。おい、一人で降りてる！いつの間に！またスヌーズ機能始まったって思ったら。なんだよ、一人で降りれんじゃん。何これ自分、あっ。レオ。何？見て。リフトか。ああ、リフト。斜めに昇降するリフト。ここ壊せないかな。はいはい、あっち側に行きたいのか。じゃあ鉄球じゃん。でもこの樽があるってことは、敵が湧いたりするってことだと思うんだよな。乗るぞ。いやでも周りに何があるかちゃんと確かめてから乗り込んだ方がいいか。あ、でも木箱とかはあるね。でもこういう木箱とかは弾使い切った後に開けた方が良かったりするか。まあとりあえず乗り込んでみよう。クレーンか。ん？進んでいくじゃん。え、マジか。任せて。おい。え、何？経験あんの？免許持ってる？本気か？これ免許いるやつでしょ。小型船舶免許を持ってるエーダですら扱えるかわからんようなものを。大学じゃこんなことも教わるのか？一周よ。知らなかった？嘘つくな。そんなわけねえだろ。離れてて。でも本当にわかんの？すげえな。本当に学んでる可能性も出てきたな。はあ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 。ちゃんと正確に当てたい場所に当てて。あ、来た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 わ。こいつらは任せろ。なるほど。アシュリーを守りながらパニッシャーは貫通するんすよ。ご存知なかったかな。よし、貫通しろパニ。うわー、ちょ、お前クソ虫やばいな。虫やっとく必要ある。でズドンで、敵が湧いてんのここだけなわけないから。いた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 。とっとと、よし片付けましょう。あちこちにいるね。うわうわ、やばい、足に狙われてる。まずいぞ。よしとどめで、あ、こいつ爆弾持ってんな。やっといて、他はどこだ、どっから湧いてくるで、あ、でもさ、アシュリーの重機が振り回す鉄球に巻き込まれるわけにもいかないよな、レオンが。それも意識しないとまずかったりする。あ、なんか今獣人間っぽいのいる。獣人間じゃねえか。待て待て待て、くそ。あ、振り回し攻撃は避けられるけど突進攻撃は回避って出ないのか。あ、ちょっと待って、うわー、何が起きたー。爆弾投げ込まれたのか。あ、ちょっと待って、どうなってるアシュリー。アシュリー、アシュリー、もしかして襲われてる。どこだ、どっち向きだ。あ、お前か。よしで、お前は爆弾こうよ。さっきの獣人間は倒、いててててて、ん、何なんだ。あ、もしかして鉄球食らった今。なんか振り向いたら鉄球あったけど。鉄球危ねえ。よし、あの派手なバックドロップって多分一撃なんだよな。あ、後ろ向き上がったぜほら。気持ちいい。鉄球怖っ。鉄球の圧迫感がすごい。ちょっとレオンの位置考えてよ、足に。分かってる。くそ、足をあまり見せないように動くな。うまいな。で、なんすか。大丈夫？穴が大きくなってきた。いけそう。オッケーオッケー。結構倒したんじゃない？火薬だる全然使ってねえな。なんかあんまちょうどいい場所に敵がいねえんだよな。どこだ？あれ、もういない？もう倒しきっちゃいました？レオンさんが強すぎるばかりに。あ？まだ湧くのかよ。あ、来た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 。今なら2人同時にいけるか？いけたな。他にも湧いて、あ、それやめろ！そいつ嫌いなんだよ。で、どこだどこだどこだどこ、え、どこに虫湧いてる。うわー、アシュリーも襲われてるし、虫もいるし、ちょ、あ、クソクソ、爆弾で何とかしようと思って爆弾持っちゃってた。こういう時はパニッシュ。クソ、ちょっと待ってよお前ら。プレゼントだ、プレゼンツで、待てい、ショットガンで丸ごと潰す、まとめて。で、いやいやいや、よしなさいよ坊や、ちょっと待って、後で遊んであげるから。ちょっと待って、苦しくなってきたな、苦しくなってきたぞ。あ、そうだ、ブラックバス持ってんだよな。ブラックバスいただきます。うめえ。緑ハーブなんかたくさんあるから生状態で食おうかな、1個くらい。あ、そういえば使わねえサブマシンガンの弾持っちゃってんだな今。あ、ちょうどいいとこにいいんじゃん。あんまりたくさんの敵巻き込めなかったけど、何ですかあなたは。勘弁してくださいよ。おら、パニッシャーで虫ごといけ。パニッシャーは虫ごと貫通できるのが結構。いやー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 ちょっと待てよ、ちょっと待て、アシュリーが優先だ。よし、まず優先するのはアシュリーで、なんかいっぱいいるからプレゼントー。よし、結構、いやー、また食らっちまった。くそー、急に難しくなったなってマイパート言ってる気がする。マイパート急に難しくなってる。マイチャプター赤緑吸引しましょう。これはもう仕方ない。で、あ、でも減ってきたな、さすがに敵。よかった。で、敵本当だろうね、本当にわざとじゃない。あ、もういいんだよね、もう十分倒したよな敵。うわ、さすがにいろいろ落ちてんな。あれ、でもまだ敵いんのか。一応いるにはいるのか、まだどっかに。あ、いたいたいた。くそ、防弾チョッキ的なの着てやがる。おら、あ、いいぞ、静かになった、静かになった。ほんでアシリどこ。あ、アシリまだ乗り込んでるんだ。賢明な判断だわ。見てた？すごかったでしょ私。レオンは大変だったぞ。そんな時があるとはね。そうだな。まあおかげで助かったけど。でもいつものことだから麻痺しちゃってるかもしんないけど、レオンの方がすごいことはやってるからね。じゃあせっかく終わったことだし、あ、この辺のもん根こそぎ拾ってから、拾い集めてから行こう。いやー、きつかった今の。よし、大体この辺にあるものは全部拾い集めたかな。え、閃光手榴弾なんてあったのこの辺。あれ、ここじゃない、どこだ。なんかマップのこの辺に、あ、閃光手榴弾置いてあったんだ。これは固定で置いてあったのかな。あー、これで動き止めるっての良かったかもな。やりたかったー。ちょっとぐらい操縦させてくんないのレオンにも。ずるいよアシュリーばっかり。レオンにも操縦させてよ、ちょっとぐらい。ワクワクするじゃんこんなの。じゃあ先に進もうか。さっき修理したてのボディアーマーはもうぶっ壊れちゃったけどね。あ、でも赤ハーブも拾ってる。赤緑ハーブまたクラフトできるな。よし、いいぞ。で、何ここは。あ、行きたかった場所に行けるようになってんじゃん。これ鍵開けといた方がいいな、そこ。もともとここの鍵が開かなかったから遠回りする羽目になったんだよね。廃棄物処理場みたいなとこわざわざ行ってさ。で、ここに木箱とかもいろいろあるので、よし、集めろ集めろ。ん、依頼書だと、特殊な変異を起こした徘徊死体を殺してくれ。やだなぁ。あの人手なしどもの悪趣味な実験の慣れの果てだ。もう眠らせてやってほしい。あ、でも優しいこと言うじゃん商人。培養室ってあそこか。うわ、なんか前回のことなのにもうちょっと懐かしいわ。前のチャプターのことなのに。ここ戻ったとこだよね。アシュリーが寝てたとこの近く。せっかくだから言っとくか。強い個体がいるっていうのはちょっと気が進まないけど、培養室はこっちだけど、じゃあアシュリーさんにはここ入っててもらおうかな。その方がいいよな。いやーでも俺どっかでスティック押し込んじゃうんだよな、戦闘中。右スティック照準とか合わせるときにさ、字書くときの筆圧とかも強いタイプだから、もう押し込んじゃうの絶対。これ良くないんだよな絶対。で培養室がこの部屋だけど、ちょっと待って、まずは外から覗こう。お前か？もうなんかいきなりいるじゃん。お前そのフォルム、うわ命だらけ、キモッ、命だらけじゃねえか、ふざけんなよおら。それで遠くから、よし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 、やれる命はやって、これ一旦さ、あーいってー、動き早え。一旦帰れねえかな。一旦こっち戻って、あ、やっぱりゲームのシステム的にここまたいでこれないんじゃいの、この扉。おいあいつ、これでまたレオンのこと忘れちゃってんじゃないの。よしもう一回狙え、レオン・S・ケネディ。いたいた、命たくさん男。あれもしかしてこっち見てる？そんなわけないよな。おら、待て待て待て、すぐ気づくじゃん。おいこっち来れんのか、命たくさん男来てる、こっち来てる、来れんのかい。あ、なんだ来てねえじゃないか、こけ落としか。おいかかってこいよ、いつもやれんぞこっちは。なんだまた逃げちまったよ。いやこれでも正解でしょ、こうでもしないとさ、こいつ。よし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 、いててててて、なんか飛ばしてきた。あのトゲフォルムの時なんか飛ばしてきたりすんの。やべえ、ライフルの弾なくなっちまう。ここに来てライフル最重要武器になっちまった。スナイパーライフル。よしこっち来たら撃つ、こっち来たら戦うぞ、もう逃げない。あ、もしかしてあいつ逃げたか。おいなんだ逃げんのかい、こっちはやる準備できてたのにな。いくらでも接近戦やってやろうと思ったのに、ああもう気が変わっちまったよ。ああ多分ここがデッドラインだな。ここデッドラインだわ。でレオンがここ越えたら、あ、もう帰った。ここ越えてたらもう爆速で帰っていくね。よし、あ、やった、依頼達成だ。なんだよ大したことないじゃねえか、ビビらすなよ。いやあれまともに接近戦しちゃダメでしょ、だってあんなの命たくさんってレベルじゃなかったもん。命まみれだったじゃん。よしこれで商人のおっちゃんも喜んでくれるでしょう。で、すごい注意して右スティック触ってたから、アシュリーも出てこなかったわ。ピーやめろ。普通に声かけりゃいいだろ。アシュリー出てきていいぞって。いや、ほんとこれスピネル8個じゃ足りねえぞ。足りねえよ。ひどい目にあったわ、マジで。でもほんとスピネルで欲しいもんあんまないんだよな。もうトレジャーとか買うのに使っちゃってもいいか。40個貯めんのしんどいよね、特殊改造チケット。よしじゃあ依頼も終わったし、今行けんのはこの先だな。で、お、いいボタンあんじゃん、押そうぜ。ためらいなく押すねほんとに。で、いやーさっきの鉄拳旧バトルもなかなかだったし、命たくさんあるやつとも戦ったし、もうこれチャプター終わりなんじゃないの。まあなんかボスが出てきたりしたらマグナム使うけど、持ってきてるからね今回は。最初に買った方だけど。よしアシュリー乗って、あ乗ったね、はい押しまーす。ねえ思ったんだけど、私たちって結構いいコンビじゃない？気も据わったな。かもな。最初と違って。そうだ。私もエージェントを目指そうかな。ああ、コントロ2な。どう思う？合衆国を守る最強のコンビよ。コードネームはもう決まってるしな。だがその前に生きてここを出ないとな。もうノリ悪い。元気だな。めちゃくちゃ心開いてきたのを感じるな。いや前も言ったけど、こういう信頼関係が深まってく過程めちゃくちゃ好きなんだよな。今の会話いいわ。さっき A だと通信した時に誰よその女って思わなかったかな。なんかエロい女と通信してるって。さて、お、なんだこのサーバールームみたいなの。精密機械が多いね。なんか引くレバーあんじゃないの？レオにレバー引かせてよ。いやそういうのないのか別に。よいしょ。で進むのはこっちで、これ後ろから開けるとかそういう場所でもないのか。なんだこれ、何室とかとも別に書いてないしな。まあエイダに言われた通り山頂を目指してんだよね。とにかく山の上の教団の本部を目指して進んでいるところで、あ、琥珀の搬入について。城の地下より掘り出された琥珀の搬入作業には細心の注意を払うこと。これらの琥珀のうちでは、あ、プラーガ、聖なるプラーガがお休みになっておられる。めちゃくちゃ敬意払ってるプラーガに。盛大の穏やかなお眠りを妨げぬよう最大限の敬意と服従を持って作業すること。城の地下から掘り出された。ああ、そう言ってたなセラおじさんが。その琥珀の中でプラーガが眠ってるわけだよね。またここも入り組んでんな。四角が多いな。まだ終わりじゃないのこのチャプター。このチャプターすでに結構ひどい目にあった。ルイスの言ってたやつが。あ、琥珀？これが。やっとく？手榴弾あたり。とりあえず。まあこれ一個潰したとこで。別になんだろうな。あ、でも思ったより。敵の気配もないし何も。うわクソでかっ。やっとく？でかい方の手榴弾で。あ、でもほんと琥珀だらけだな。へえ。プラーガって一つだけじゃないのじゃあ。ハーブ黄色。黄色は嬉しいね。調合しとこうか。最強ハーブにしといて、この最強ハーブはなるべく死にかけた状態でやった方が決まるからね。死にかけたら使いましょう。で、あ、これさっきも拾ったな。アシュリーが寝てた部屋で。売却品かなじゃあ。ここにも記録。多山計画の進捗について。親愛なるサドラー様、お喜びください。上位種上位種。研究者が言ってたやつね。上位種プラーガの生産は着実に進行中です。このまま順調に推移すれば我々の大いなる理想に確実に到達できると約束できます。プラーガは本当に素晴らしい生物です。人でも犬でもカラスでも対象を選ばず全ての脊椎動物を宿主にします。このような寄生生物は他に類がありません。全ての脊椎動物。まあ犬とかから触手生えてんのもあったもんな。特に上位種は脳に全く損傷を与えることなく宿主と同化できます。どんな人物だろうとサドラー様の支配の力に抗うことは不可能です。いえ、支配される喜びを一度知ってしまえば誰が抵抗する気になるでしょうか。私がその証拠です。拒絶していた過去の自分がいかに愚かだったか。あ、つまりこの人も上位種を投与された人ってことか。すでに。あと数日で幹部研究員への投与が完了します。彼らも間もなく知ることになるでしょう。そしてサドラー様の計画が完了したとき全世界がそれを知ることになるでしょう。研究主任、アナベル。アナベルってさっきの記録に書いてあったもんな。研究員の手記で。同僚のアナベルが連れて行かれたって。なるほどな。うん、さっきは同僚のアナベルが。だからこれだけの文章を書ける状態でサドラー様に服従できる。言ってた通りだね。知性を残したまま。すごいな上位種。上位種作ったのもアナベルたちなんでしょ。あれ、この部屋って他に何かできることある？行き止まりなんだよな。これ調べたら何か起こる？あ、いるじゃん。これがプラーガか。さあ、ぬかずきたまえ。お、もしかして、あっ、サドラー様ご本人？わあ、本人だ。夢でしか会ったことなかったのに。ラスプラーガスがやっと会えましたね、夢以外で。ようこそ我が子らよ。あれ、打たないの？我はオズムンド・サドラ。上司の時みたいに。あんたに興味はない。お、すぐ打つね。なぜ恩寵を拒む？今こそその身を委ね。いやー、そうだよな。二人ともやっぱ神の声に従う。プラーが投与された以上、サドラー様には逆らえないのか？いや、いやよ。症状初期ならともかく。やめて。いや。おっ、我が子よ、抗うのは。これは抵抗の結果か。ああ、やるな。ハンドガンで正確に頭打つの簡単じゃないはずだぞ。しかも片手で。あ、よかったー。狙い通りだよな、コンドルワン。罪深き者。彼の回春は忠実なる使徒に託すとしよう。忠実なる使徒。さあ娘よ、恐れずともよい。その身を捧げ、すべての恐怖から解き放たれるのだ。おい、また連れてくのか。何回目だよ、足に連れてかれんの。おい、また連れてかれんのかい。エイダ、助けてよ。あの人何してんの。やっぱり近くにサドラー様がいると、もうどうしても下がらないんだね。こればかりはどうしようもないのか。ふざけやがって、あの野郎。この部屋もう調べるもんないか。そこの奥まったとことかまだ行ってないんだよな。あ、ちょっと待ってよ。あ、いや、マップにあるこの奥まったとこってこれか。さっき行ったとこか。水晶とか拾った場所ね。じゃあここもう調べられる場所はない。ここ、あれ、開くのここ。あ、っていうかこっちから、そっか、出てったのか、サドラー様たちは。はあ、まだ進むのか。今のムービーでチャプター終わりの流れだと思うじゃん。やってくれんな。ちょっと待ってよ。もうああいうのとかもやれるんだったらやっちゃった方がいいか。よいしょ。ああ、なんか頭にかぶってやがったか、ヘルメットとか。くっそ、あ、くそ。これ以上使ってもしょうがないか。ライフルの弾、貴重な。まあ、別に接近戦でもいいよな。アシュリーいないし。あ、でも敵がなかなかこっち来ないな。こっちの細い道行ってみようか、先に。今レオンのこと見失ってんじゃないの、敵。ちょっとちょっかいは出したけど、さっき。お、あ、うわ、来た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 ぞ。はい、止まれ止まれ止まれ。並べ、貫通させてやるから、パニッシャーで。ほら、貫通するんですよ、パニッシャーって。知らなかったかな。さあ、パニッシャーの恩寵をなぜ拒む、我が子らよ。よし、おらで、あー、棒眼だらけだな。待て、おぶねえ。よく反応したぞ、今の。よし、スプレックスで、いつの間にか後ろから敵来てるとか、そういうことないよね。大丈夫かな。ああ、割と強引に倒したけど、この辺の敵はこれだけか。よいしょ、いい箱あんじゃん、金塊。で、サブマシンガンの弾いらない。こんなもんかな。あ、はしごなんてあんだね、ここ。え、どうだ、登った方がいいのか。あ、でもなんかここの小部屋みたいなとこ、行ってないよな。あ、それがはしご登った先か。はしご登って、よいしょ。どなたかいらっしゃいますかっていう雰囲気じゃないな。誰もいない。うん。缶パウダーに、失礼します。よし。物資物資、ありがたい。なんだ、開発計画に関する進捗報告。お望み通り、島全域の再開発は滞りなく進んでいる。外敵の侵入に備えるための武器や防衛設備も備えた。計画を実行する頃には島は要塞となるだろう。ああ。これらは、長期的な防衛。クラウザー！先に名前見ちゃった！クラウザーさんが書いたの、これ。これらは長期的な防衛に耐えるものではないが、計画の遂行にはこの設備でも十分だろう。これで全世界の支配という最終目的はより確固なものになるはず。我々にさらなる力をジャック・クラウザーこと変態ベレー帽。全世界の支配、そんなダサい目標を掲げてんのこいつら。